高口安吾孤独寒談食堂の2階には僕の他にのんびりさんと呼ばれる失業中の洋服職人が泊まっており心臓と活気が悪くて年中額に油汗を浮かべ下宿料の催促を受けて自殺しとうなった。 こうつぶやきながら階段を下りたり上ったりしていたが食堂の娘の家でについて「女学校の4年生に弁当の配達をさせるのがいけないのだ」と非常にあっさり断定した「道で友達に会うたら恥ずかしゅうて気持ちのすさぶ年頃やさかい」こう言う「女学校へあげるくらいなら」 釜の前でこき使うのは構わないが弁当箱をぶら下げて配達に使うのは甚だよろしくないだから不良少女になったのであるという意見であったなるほど人おのおの自分の生活からつかみ出した一家の考察があるものだと僕は感心した娘は17であった 不良少女といっても大それたことのできる年頃ではない生意気盛りでちょっと軌道の外れたことをしているという程度であった気立てのよい娘でひねくれたところはなくただ愛情に非常に憧れていた特別な親子の関係のせいであった娘は食堂の主婦の姉の子であった 三つぐらいの時に主婦がもらってきたのである一体本当に可愛がっているのだかどうだか僕には一向に見当がつかぬ家出した娘をとうとう見つけ出して捕まえてきた時男があるかどうかもう処女で亡くなったかどうかそれを僕に突き止めてくれというのである娘は その前にも一度家でした。その時は喫茶店でひそかに働いていた親の家にいるのがどうしても嫌だというのであるその時はしかし何となく事が済んだけれども今度の場合は娘の態度がもっと決定的なものを示していた父親母親にはっきりした敵意を見せている。 娘は親の聞くことに一言半句の返事もしないけれども全身に自信満々たる敵意が溢れているのであるこういうものは何か他の場所に十分より所のある愛情の対象を持たなければ決して生まれるものではない涙一滴流さずに何か深く決意を見せて 無言の行を続けている娘に手を焼いて僕のところへ頼んできたのであった「処女」その言葉を聞いた時に僕はびっくりしたその言葉に含まれた動物的な激しい意味がひらめいたからであるそれは男の僕が女を対象に眺めてうんぬんした場合の「処女」 とというう意味とはまるで違うただ戦一に親だけが子供に祈っている処女であった何か信仰のような激しい祈りが感じられて子供を持たない僕には思いもよらない唐突な言葉であった人間の中の一番動物的なものを感じたような気がしたのである人間はやっぱり 動物だ。こんなにも本能的な信仰を含んだ神秘が存在している僕はびっくりして2人の親を眺めたが思いもよらず眼前へ出現した2人の動物をあっけに取られて眺めたという方が当たっている僕は晩やむを得ず娘を僕の部屋へ呼んで聞いてみた男は 立命館の余暇の生徒で山口という名前だと言った殺されてもこの家にはいませんと娘は言ったが確かにそれだけの決意をしていた僕はこのとおりのことを親に報告した隠してもしかたのないことであろうあれぐらい家を嫌がっているのだから縁がないのだと諦め娘を手放した方がいい 僕はそういうふうに僕の意見をつけ足すことを忘れなかったが親たちはそんな言葉は点で聞いていなかったのだ報告を聞かされた途端に2人の親動物の思考が全く途切れてしまったのである2人の親はじろり黒い目を見合わせた「はように」 女郎に売り飛ばしたらよかったな親父が言葉を漏らしたが主婦は返事をしなかった多分ん、親父はその瞬間に今しゃべっただけの事柄しか考えることができなかったにそういなく主婦はまたあまりに多く様々な恐ろしい想念が浮かびすぎてしゃべることができなかったにそういない親父は 子供に対して非常にあっさりした一つのことしか考えていなかったもともと主婦の姉の子で親父には血のつながらぬ娘であるだから愛情などは二の次にして育てた代わりには老後の面倒を見てもらう親子関係は極めてあっさりとただそれだけに限定していた どこの馬の骨やわからん男にやってしもうたら損やないかほんまにアホな目におうたもんや親父はしきりにブツブツ言っている損という異常に必ような執念が鬼のように親父の頭の中を狂い回っているのがわかったわかりましたほんまに先生 お世話様のこととした。もう諦めますわ何もかもこれで済んでしもうたああほんまにえらいこっちゃ主婦は苦笑しながらこんなふうに言ったかと思うと次の瞬間には突然血の気がうせてしまって「畜生めどないしてくれたら腹の虫がおさまることやら」。 顔が引きつり歯が顔の下半分にニュッと広がり目がつり上がってしまっている女郎に売り飛ばすぐらいではとてもとても我慢ができぬもっと残酷に仕返ししてやらなくては腹の虫がさまらないと親父にとも僕にともなくつぶやいている動物の本能に属するところの進行 祈り、そういう世界であったいわば僕はこの方面に不具舎だから戸惑いするばかりで点で太刀打ちができなかった一時の逆上が落ち着けばおのおのの考えも変わるであろうそこで双方の吉街めいた逆上が収まるまでしばらく娘を2階に帰去させること両親といえども 一切2階へ上がらぬことに決めたけれどもこんな約束は何にもなりはしなかった話が済んだので僕は早速昼寝を始めてうとうとしていると主婦が足音を殺して2階へ上がってきたたちまち「ヒーヒー」という風音のような悲鳴が起こり必死に争う気配だけれども 格闘の物音は小さく呼吸の響きが凶暴である「痛い痛い痛いい」という娘の声がポキンポキン木材を折るような鈍い感覚を置いて聞こえてきた仕方がないので寝床から立ち上がって臨室へ出かけた僕はぼ然。 ただ見物以外に手の施しようがなかった主婦は馬乗りになり娘の髪の毛を引きむしりまた体の処方をあるいは特定の一か所であったかもしれぬが力いっぱいつねっている骨身に徹して痛む急所と見えてまんまんたる敵意を見せて恐れを知らなかった娘が歯を食いしばり きれぎれに風のような息のみを漏らしてもはや身もだえの力もなくけいれんしているのである女同士の真剣なつかみ合いというのを初めて見たのであったがめくらめっぽをぶん殴るそういうものとは根本的に趣が違う日頃けんかについての訓練などは全然しないくせに本能的に 相手の急所を地質しており一旦つかみ合いが始まると無益な過程は何もなくいきなり相手の急所へ本能的に突撃するという動物性の王逸した立ち回りのようであった数年前僕は田舎に住んでおりこの時も昼寝の最中であったがすぐ窓のそばの梅の木の上に 突然セミの悲鳴が起こったむなしい羽の風音が悲鳴にまじって聞こえる雲の巣にかかったのだろうと思い昼寝の邪魔だから一つ逃がしてやろうと思って顔を出したら驚いたカマキリが梅の木の上でアブラゼミを羽交いじめにしているのである背に乗り 後ろ首の一か所に食いついているそこは急所と見えセミは次第に気力を失っているのであった一緒に地上へ落ちたがはがいじめは微動もしない僕はあきれてしまったセミの方がよっぽど大きく筋骨たくましい様子のくせにカマキリのやつ生まれながらにして セミの急所まで心得ている。動物というやつは歓迎すべからざる怪物だと思ったが親子喧嘩を見ていると食堂の主婦は全くカマキリであった。<laughs> という突然部屋に爆風のような交渉が起こった。 娘である腹の底からこみ上げてくるいや全身が一つの爆風に化したともいう交渉である気が触れたそういう単純な意味だけではとても説明はつかないもっと腹の真底から愉快千番だという交渉であったお前の一番大事なものをなくしてやったぞ どうだ、思い知ったかざまを見ろというはっきりした意味があったええこれでもかこれでもかと歯を食いしばって主婦はもはや完全な気違いである突然頭へ手をやって 縮れ毛の頭からピンを抜き取って逆手に持つその手をつかんで僕は逆にねじあげた蹴飛ばすような勢いでようやく主婦を階段の下へ追い下ろしたのである主婦も下へ降り誰もいなくなってからも娘の交渉は5分間ぐらいは止まらなかった娘の部屋へ行ってみると 馬乗りになっていた母親の姿だけを取り去っただけであとは全然さっきと変わらぬあおむけに寝て部屋いっぱいにこもる爆風を立てながら左右に身をうねらせているのであったその夕方親たちが弁当の配達に出た隙に自分の着物一みを持って 娘は本格的に姿をくらましたのである娘が初めて家でした時親父が上がってきて「先生すんまへんこっちゃけれどもどないか探す手がかりおまへんか」という僕はその時病気であったし病気でなくとも 不良少女の行方など探す気持ちになれなかったのでこの食堂の2階座敷が5階所になっておりそこへ来る常連に特攻の刑事で俳句を作るおとなしい人がいたからその人に頼んだらよかろうと言ったけれども親父は僕の部屋をまるで自分の知らない家のようなびっくりこで見回したり窓から比叡の山々を生まれて初めてのように眺めたり 先生あの山になんや赤いものが見えまんな何やろうなほんまになどと言って僕が運というまではいつかな動かないしかたなしに娘の手紙ひと山全くひと山取り出させて手がかりを探した不良少女同士の文通というものを 「僕は初めて読んだがどぎもを抜かれてしまった」「一体女学校の4年生ぐらいというものは一般にどんな文通を交わしているものであろうか」「僕の読んだ手紙というものは一つとして僕の常識を嘲笑し心探を寒からしめぬというものはない」「縁日に三度続けて後をつけた余暇のやつとつきあってみると」 鮮度いいややらししつでうんざりした。この前あなたが男前やなあ言うて羨ましがって言えはったから譲ってあげてもええけれど中学の三年坊主と交換にしてくれないかという商用に関する文書もある今度スケートこのスケートが文書中に頻繁に現れ四条河原町のスケート場のことであるが 不良少女のの取引所の様子であった「で、中学の四年坊主を近日紹介してあげるけれど、モーションかけてはいやよ、私の恋人を取ったら徹底的に復讐してあげるわ」という文書もあった。全部不良少女同士の文通で、男からのものは一通もなく、ただ、 看護婦と名乗る女から贈られた長文の手紙が十数通ありこれだけが不良少女ではなかったあなたのスタイルが目にちらついて眠れないけれども幸福だとか一緒に歩いた公園や町がそれだけでもう別の風景になってしまったとか激しい愛情を訴え自分の病院の味気ない生活の 日記風な報告が必ず数枚、国名にため息とともに書いてある。病人がどうした、どういう出来事があった、同僚がどうした、医者がどうしたという草草の出来事である。僕はこの手紙には一杯食わされてしまったのである。文章も字も下手くそで、女そっくりであるし。 同性愛の文書だとばかり真に受けていたら後でこの人物を突き止めてみると中学5年生で不良少年であったつまり病院の克明な描写は人を欺く計略で全然意味がなくただ一番最後の一行「いつの何時にどこそこで会ってくれ」というのだけが重大な要件であったのである。 医者の子供ですらなく大工の棟梁の子供であった不良少年ですらこういう文書を発明するほどだから暗号の外交文書などいうものはどういう契約があるか知れたものではないのである親父夫婦に異様な執拗さで懇願され晩作つきて当時 JO 撮影所の脚本部員だった 三宅君に助を頼んだ。こうして手紙を手がかりに京都一円にわたって不良少年少女の個別訪問を始めたのだった至る所で僕たちの惨敗であるみんな十七八の小娘だけれども女というものの身についた白々しさにうんざりしてしまったのである頑強に嘘を突き通して 本当のことを言わないそれは不良少年でも同じことではあったけれども不良少女の方は外面に頑強なところが全くなくこっちの聞くことにはまともな返事をしようとはせず娘の家出について実に美しい表現で長々とお悔やみの挨拶を述べ本当に親身になって自分の方から相談に乗り出すという情のこもった様子で いつの間にか話を自分の身辺から遠いところへ話してしまい驚くほどいろいろなことを教えてくれるいずれも一応重大なことばかりだけれども気がついてみるとこの事件には何の関係もないことばかりだそして娘たちに別れると結局どの娘の話を聞いたあとでもその娘だけが 純無垢な、潤らしい女であるということを語っているにすぎないことがわかるのである全然他人にかかる迷惑などは考慮しておらず点で問題にしていやしない不良少女は顔立ちのかわいい娘ばかりでいずれも両家の潤らしい子女いやむしろしつけのいい娘としか思われず 高貴なほど頭抜けて美しい娘もいた。けれども何分僕たちは彼女たちの驚くべき秘密文書をみんな読破しておりいつどこで何をしていたということをちゃんと心得ているのだからうまうまとはだまされぬ。とはいえ彼女たちが言い合わしたように美しい表現で親秘の情を悲怯するすべを備えており。 色々と重大極まる出来事をそれはこの場所に書くことすらできないほど重大な人生を含んでいる次から次へとあっけないほどさりげもなく教えてくれるそれをさて静かに遭をしてみるとこれがみんな一途にただ自分一人の弁護のみを見事に構成しているのである。 決定的な孤独な性格と平然たる他への裏切り腹も立ったが生まれながらのものを率直に投げ出している身構えには小娘ながら時に目の覚める女を感じたのであった頭抜けて美しい高貴な娘は翌日友禅の着物を着てダリアだの何かの花束を持ち改めてお悔やみに現れてきた 母親に何かと美しい慰めの言葉をかけてまた僕たちをわざわざ呼び出した上問われもしないいろいろの秘密を語って聞かせ結局また自分だけいい子になって爽やかに帰っていったこの小娘の独立どっぽの人生に対してまるで僕たちはその妻にしか当たらぬような哀れさであった僕は悲鳴を上げてしまい 三宅君は撮影所で女優の卵に演劇史を教えていたが「いやあ不良少女に比べると女優の方が大根ですなあ」と嘆いてしまった京都にはその年までふぐ料理が禁止されていたが四条寺町に初めて一軒できた「その晩僕たちはそこへ初めて入って一番死にそうなところを食わしてくれ」などと 酔いつぶれた始末である結局僕にはこの親子の愛情の実相というものが今もって分からぬなんとも断定することができないのである家族の一人がいなくなる旅行に出ていなくなったというだけでも五体の一角が欠けたような赤量が目立つものであるところがこの食堂のたった3人の家族の一人娘が家出したというのに。 その抜け落ちた空気とか石粒をどうにも僕はかぎ出すことができなかった。ほんまにあないなあほうなやつでもあいつがいのうなったらなんや張り合いがのうて。と主婦はこぼしている。もうええわ、そないな話やめとき。親父がイライラという。それはただしみじみと一人娘の家出の後の風景なのである。 微塵も人に見せるための芝居ではなく一人娘の家での暗さが歴々れきれき漂う風景であったところがそれですら僕にはやはり一人の家族が抜け落ちた大きな空虚と石稜をしみじみ同感することができなかったこの食堂の親父夫婦が正真正銘の夫婦であるということを信じるまでには 相当の時間が必要であった。親父は63だけれども73いやもっと老けて見える5尺に足らない子男で前歯が落ち抜け残った歯が牙のように大きく飛び出し顔中黒々と太いしわでその中にトラホームの目と鼻がある年中帯をだらしなく巻き袖で鼻をこすりながら 弁当の配達に歩いていてる。街を歩いている時はさほどでもないが自宅へたどり着くとぐったり疲れてしまうらしく食堂の内部では「ううう」うう,うとうなりで調子をとりながらうろつき回り「新聞だの」「タバコだの」「部屋の中の離れた場所にあるものを取りに出かけていく時には座った場所から這い始めてまた はい戻ってくるる。のである主婦の方は四十三これは年齢相当の年配に見えてしかし親父と比べるとどうにも娘としか思われぬなかなかの美人身の丈は五尺四寸以上姿はすらりときれいだけれども髪の毛が赤い縮れ毛で涌井のように結んである年中カンバの鼻息で キーキー声を振り絞りながら釜の前で親父をこき使っているのである顔も姿もきれいだけれども痩せている胸のあたりは女の感じではなかったし動作にも気質にも優しさがなくそのくせ最も頻繁に「うち女やよってに」とか「気が弱あて」とかおよそとんでもない10回を本気でしみじみこぼしている。 るくなるのであった。この2人がどういう因縁によって同棲を始めたのだか僕ははっきり知らないが昔主婦がどこかの売店で売り子の自分おやじが熱を上げて口説き落としたのだという当時おやじには妻子と立派な店舗があったがそれをみんな投げ出してこの商売を始めたのであるそのころは 人並み以上の情熱時であったろうがその面影はもはや一切残っていない残っているのは厨悪なロークばかりで死に損ないという感じが全てであったこの食堂の2階座敷の御会所の常連や食堂の馴染み客は親父に面と向かって死に損ないだというのであった棺おうに片足突っ込んでからになかなか生きらんで ほんまにしぶといやっちゃやないかいな」と「一日に一度ぐらいは誰かしらこう言うのである」「そうしてあとは引き受けるよってにはよう死んだらどうかいな」と冷やかしている言うまでもなく冗談である悪意どころかお前の女房は美人だというお世辞のつもりであるかもしれずこんなに羨ましがっているのだから」 お前の家宝を喜べという行為のつもりであるかもしれぬしかし実際親父が死んだらどういう事態になるであろうか伏見の石屋という豚のような太った男が1か月に1度ずつ酒を飲みにやってくる15年くらいこうして確実に1か月に1度ずつ見回りに来るのであるその日は 朝から深夜まで十五六時間ゆっくり飲んで親父がまだ死なないことを見届けて帰ってゆくするとまたヤシの親分というのがあって時々子分を引き連れて威勢よく繰り込んでくる主婦はにわかに化粧を始め他のお客は一切奥座敷から締め出される親分が酔っ払う頃になると子分は帰ってしまい親父も 二階の護石へ引きへがる。親父は押しだまり異常な速度で脇目も振らず碁を打っている「ああまた例の客だな」と常連たちはたちまち察しがつくのであったが誰も同情するものはない全然気にかけるものもないこの親父が世にも不似合いな女房を持ちその結果こういう事態にならなかったら そのののがこの世の不思議というものだ、と、みんなが思っているのであるしかし親父が死んだら多分主婦自らが最もそれを願っていたにそういないがしかしながら実際親父が死んだら主婦とても全く自信はないのであろう太った石やも の親分も老後を託すに足るだけの誠意でないことは自明であるし第一主婦はすべての大人というものが世の新産表裏を知り尽くしているために大人たちと老人たちに本能的な嫌悪を抱いていたそうして弁当の得意先であるところの鉄道の得心者の若い従業員に親切にし娘の婿にと心がけているのであったが 実際はそれが娘のためではなく主婦自らの最大の慰安であったがそれとても真実の未来の巧妙となりえぬことは通説に思い知っていたのである親父夫婦は僕に再退を勧めたがその時主婦はいつも僕にこう言った「どない女かてよろしいおすわなあんたはんかて もう五つ六つ老けてご老人一人やったら味気のうてほんまに生きられへんどっせたぶん主婦が最も痛切にそれを感じていたのであろう人間には年齢の思考というものがある頭の思考に独立して年齢自身が考え始めその抜き差しならぬ暗さ のしかかってくる思考自体の肉体的な目方の重さというものを僕もうすうす感じることができたのである老衆の恐怖というものが今まざまざと主婦の眼前に開け始めどのような男でもいい死に損ないでも構わない何かしらにすがりついていなければならぬ狂気のように自分を愛す親父であるゆえ うるさくて憎く,くてしかたがないがすがりつかずにもいられないそれは愛情の声ではなく衰え始めた年齢のまた肉体の声だった最大の不信親父の死滅を祈り続けていながらもすがる手を離すまいと動く手を自ら立つということができぬ 娘に婿をもらって静かな余生をと言っているが大嘘だ主婦自らの血潮の始末に身もだえてあがきのつかぬ状態だったいいかげんなことを言うなと僕の目がいつも冷たく光るのをどうすることもできなかったあの娘をどれほど愛しているかそれは知らぬ娘の家出がどのような赤猟を与えたか それも分からぬあるいは僕ごとき人生の風来坊には見当もつかないような高涼たる真事であるかもしれぬけれどもいかほど深い積量であるにしてもそれが何ほどのことであろうか自分一人の始末だけでもするがいい情緒の問題は末の末でこの食堂では家出した娘の抜けた空虚などは一向に目立たず。 四女の肉体が暴梱となって部屋いっぱいうろつき回っているではないか本格的に姿をくらました娘も10日目ぐらいに奇妙なことで捕まった僕と三宅君は例のごとく親父に頼まれて申し訳ばかりに2日ぐらいは心当たりを探してみた立命館の余下の山口というのを頼りにこの学校には 友達2人教師をしているし余暇の名簿をみんな見せてもらったけれどもそれらしいのが見当たらない僕が名簿をにらんでうなっていると何を教えている先生だか知らないけれど体格のいい先生が心配そうに近寄ってきて「娘はいつごろ家出しましたか昨日です。それじゃああなた」と先生は声に力を込めて「まだ間に合う」 早速神戸と下関へ手配しなきゃいけませんぜここを固めてりゃあ大丈夫捕まるですよ」と一人で勝手にうなずきながらさっさと向こうへ行ってしまった不良少女の巣のような喫茶店も回ってみた不良少女の足を洗って大人になった女給がいてこれが娘の姉さん株の関係だったがさすがに大人だから 自分だけいい子になるのは変わりがなくても嘘でないことも教えてくれたあれぐらいの年頃の不良少女は男としょっちゅう遊んでいてもめったに肉体的な関係にはならないものだというのであったそういう危険性のある男は本能的に避けているけれども肉体的な関係になっても別に不思議ではないのだから姉子は僕たちの目をじっと見ていたが 自分の知っている限りでは娘の付き合っていた男のうちにそういう事態になりうる男が2人いるからと言って住所と生命を書いてくれた京都の端と端であった一人は余科生一人は中学生だった僕たちの話の途中姉子の馴じみ客が2組も来てしきりに合図するのであったが姉子は平然と黙殺し 不良少女や少年の内幕について様々な細かい注意を与えてくれるそうして別れる時には「ほんまにお母さんはご心配のことどすやろうな暇やったらうちも行ってあげたいのやけれど感情もチップも受け取らなかった頼もしい女だと思っていたら後日娘がこの話を聞いてあの人タヌキやは、 冷とそう言った教えられた不良少年を京都の橋へ訪ねていったが徒労であったその日はまさに一年の大晦日にあたっていたまちまちは暮れの飾りで充満しそういう飾りの物陰で呼び出した不良少年を脅したり透かしたり死にたくなるようなものである一人だけでうんざりして「もうやめよう」 僕が言うと三宅くんも実に簡単に賛成した不良少女の方だったら出かけて行ってもいいのだがなどと笑ってみるがますます異様にがっかりするばかりで笑うこともできなかった三宅くんは新年早々入園することになっておりその晩は立命館の先生福本くん山本くん人人集まり 君の草稿を祝して越年の主演を開くはずであった僕たちは京都の橋で尋問を片付けると疲労困ぱい予定の時間を大分遅れてようやく会場にたどり着いた京都では大晦日の深夜から元旦の早朝へかけて八坂神社の神下を三尺ぐらいの縄に移し消えないように調子をつけて振りながら これをぶら下げて家に帰り元旦の釜の火をつけるという習慣がある僕たちが酔っ払って外へ出ると道の両側の人道はすでに縄の火をぶら下げた人たちが延々と流れ続いている家すらもないということかつてそのことに悲しみを覚えた記憶のない僕だったのになぜか痛烈に家がないということを感じたのだった おい、ギャングに会おうよ。ギャングのいる酒場へ行こうよ。福本くんがどなる。よかろう。ギャングに会おう。僕たちは、延々たる縄の火の波を尻目に、どこか酒場の立て込んだ路地に曲がり込み、ギャングはいないか。ギャング出てこい。全くだらしのない元旦だった。この日からもう捜索は。 輪際やめてしまった。娘を捕まえてくれたのは大工の棟梁の一族だった大工の棟梁というのは例の看護婦の家族のことで初めて息子のフラチを知りお詫びの意味で心がけてくれたのだった娘の上婦は硬派の与太学生で看護婦先生が殴られたことのある男であったそのつながりがあるために 案外簡単に見つけるることがでできたのであるその晩は三宅君が入園のために故郷へ旅立つ日であった僕を訪ねて来てくれて食堂の奥の座敷で一緒に酒を飲んでいたそこへ棟梁の一族が男女の罪人を引き立ててどやどやと流れ込んできたのである首席はたちまちしらすとなり罪人男女は案外冷静 突き刺すような鋭い視線で何かしらじっと見つめているばかりだが棟梁一族のうるさいことあれを言いこれを言い男を叩き切らんばかりの剣幕でケンケンゴーゴー僕のにわか奉行では何が何やら一向に収まりがつかぬ大変な騒ぎのうちに汽車の時間が来て三宅君は慌てて停車場へ飛んで行った。 僕は高官の出生を見送ることすらできないという始末であった男は21であった中学を4年でやめて放浪に出て名所旧跡の写真誌をしていたが家に帰り許されて京都の学校へ入ったしかし授業料を滞納して目下休学状態であった2人だけ別室に呼んで聞いてみると 2人は知り合って2週間ぐらいにしかならないのであるある晩娘がスケート場で遊んで遅くなり帰ると叱られるので途方に暮れているとかねて知り合いの3人の中学生に出会ったそして中学生の下宿へ誘われ3名から暴行を受けた翌朝半狂乱の状態になっているところへ 偶然この男がやってきたののである。この男は3人の中学生の親分であった男は娘を自分の宿へ連れて帰って介抱し力づけてやるために努力した5日間そこに泊まっていたけれども男は娘を肉欲の対象にはしなかった娘は体も回復し永遠にここにいたいと思うようになっていた 買い物に出かけたところを捕まえられて家へ連れ戻され僕が尋問したわけだったがその時娘の恋心が決定的なものになった翌日の暮れ方歌人の隙を見て一みの着物を持ち出し今度は男のところへ押しかけていったのであるこの顛末は僕だけしか知っていない棟梁の一族に あらゆる悪人呼ばわりをされたがこの男は一言の申し訳もせず父母に向かって丁寧にわびただけであったこの男は数年間歯を磨いたことがないのであろうか口臭が耐え難かったがそれ以外には不愉快な印象はなかった驚くほど目が澄んでいたいささかの気遅れも宿さず狡猾も宿さず式場も宿しておらぬ ひとたび心を決めた時には最大の苦痛にも立ち向かう精神力があふれていた珍しいほど澄み切った目だと僕は思った精悍な南方人を思わせる男性的な美しい顔だった娘の方が男に身も心も捧げきっているのであったこのように身も心も捧げ一途に信じきり頼りかかっている女の姿というものを 僕はまだ見たことがない大人の世界にはなかろうと思った十七の娘の世界八百屋お七の世界だと思った今までの生きがかりを離れて今夜一晩改めて考えて本当に結婚したいと思ったら明日出直してくるようにい男を返した男は明日は来ませんが明後日は必ず来ますと答えた 約束の日に男は来た男は学生証を出してみせたまだ生々しいその日の日付であった金策のため帰郷し滞納の授業料を納めて学生証をもらってきたのであるまだ21の余暇の生徒であるこの2人の愛情が永遠のものだとはもとより考えていなかったけれども この男ならやがて二人の生活が破れる時が来ても娘は二人の生活から何かしら宝をつかんで別れることができるであろう僕は心を決めて父母を説いた父母はせんかたなく承知して娘の着物の包みを持ち娘は着物の包みを持ち僕にだけ見送られて二人は 永遠にっってしまったその後着物が欲しいという手紙があって僕が二度届けてやったことがある捨ててきた古い家父母のことを娘は全然念頭に置いていなかったあんまり鮮やかに念頭に置いていないので正直なところいささか感動したほどである 僕が京都を去る直前であったが、3度目の手紙が来て、最後の着物を届けてくれないかと言ってきた。娘にはもう会わない。死んだものだと思っている。という主婦であったが、一緒に行ってみたいと言い出した。僕は賛成ではなかった。けれども、吉田前と言い切るだけの自信もない。娘はその頃 銀閣寺に近い畑の中の精悍な部屋に住んでいた主婦は一丁ぐらい手前のところで待つことにして荷物は僕が届けたお母さんがそこまで来てるぜと言って聞かすと娘の顔娘の全身は恐怖のために石化したおどおどしてこの部屋へ来るでしょうかと聞くのである懐かしさ そういういものはみじんといえども気配がなかった僕は主婦にひと言の報告もせずすぐさま別れて銀閣寺を回って帰ったが銀閣寺は箱庭のようにくだらぬ庭で腹が立ったおせっかいそれを気に病むことがなかったのである変に自信があった二人の若い恋人たちの未来についてのことではない そんなことには全然責任を感じなかった僕はただ食堂をいっぱいに漂いさまようている主婦の肉体の暴梱について自信があった情緒は末の末である銀閣寺界隈の娘の詫び住居へ忍び寄ってほろりとしているなどというのは悪趣味も甚だしいそんなところにあなたはいないあなたの血液は 食堂の中で煮え狂い膀胱と重なる呪疎と悔いのために歯ぎしりしているそれを僕はむしろ甚だかれんだと思った親父もまた最もかれんであった京都を去る時主婦は確か甘栗と八橋を汽車の窓から投げ込んでくれたようだこうして僕は京都に別れを告げた 可憐なる人々よ。さようなら。